カール・アウグストフォン・ハルデンベルク公爵は、プロイセン王国の最小。シュタインに続いて、自由主義的諸改革を実施した解明的な政治家。ハルデンベルク1750年、ハノーファーに生まれた。1780年代には、ブラウンシュバイクに仕えていた。フリードリ・ヒビルヘルム2世が1791年に、アンスバッハ・バイロイト編共白料を購入したとき、 受領と管理のために抜擢された。1795年から翌年にかけて、南ドイツ諸法有力者を、認知の中心アンスバッハに、避難させて、信仰を深めた。ティルジットの和訳以後、ナポレオン・ボナパルと率いるフランスにより、領土、人民共に半減した、プロイセンの政治家として、フリードリヒ・ビルヘルム3世に仕え、ハインリヒ・フリードリヒ・フォンシュタインと共に、 自由主義書改革を推し進め、1808年のシュタイン出脚後も改革路線を引き継いだ。1810年6月4日、プロイセン最小に就任。行政機構の整理、財政改革、農業改革、営業の自由化、軍備の充実などを行い、1812年7月30日には、一連の内政改革の締めくくりとして、 治安警察令を発布し、警察機構の再編を断行した。1814年9月1日から翌1815年まで開催されたウィーン会議では、プロイセンの全権を務め、領土の拡張に成功した。1815年6月8日のドイツ連邦規約により、ライン同盟は解体され、オーストリア帝国を名手とするドイツ連邦が成立した。 プロイセンは四つの帝国自由都市などと共に同盟を構成した。なお、連邦は、旧神聖ローマ帝国の領域を範囲としたため、オーストリアとプロイセンの領土は、連邦の内と外にまたがっていた。濃度解放については、地主の抵抗により交代を余儀なくされた。地主は、中小規模の農民の保有地を奪い、経営規模を拡大していった。1816年、 ハルデンベルクは、農民関係の調整令を布告し、農民は、保有地の3分の1を領主に返還する条件で、農土身分を解放されることとした。これは、地主には、農土解放に伴う、経済保障となった。これによって、土地所有者となれたのは一部の上層農民だけで、土地を失った農民を、農業労働者として雇用する、資本主義的な勇化経営が成立した。 1822年11月、当時サルデーニャ王国領であったジェノバにて死去。72歳。ありがとうございます。